皆さん、こんばんはってことですね。僕の友達にね、タマさんって人がいるじゃないですか。オープニングくださーい。タマさんの、暇つぶしサバイバルっていうシリーズ、オープニングマジダサすぎるぞ。本人がツイッターで呟いてるぐらいダサいんですよ。で、この虫はこう思ってしまったわけですよ。あ、こいつにオープニング作ってやらせってね。かっこいいっしょ。タワさんもね、登録者100人いったことですし、あんなクソみたいなオープニングじゃ心もとないってことで、1週間後までにタワさんのオープニングを作ってきてください。で、タワさんにですね、採点してもらいますんで、得点を一番取れた方は、そのオープニングを採用。はい、これを使ってね。得点を一番取れなかった人はですね、何か罰ゲームを用意しておくので、そんじゃ、ちゃんとやっていただいてということで、そんじゃ一旦、解散ということでね。ということでね、タワさん。はい。何のことかさっぱりだと思いますけど、一週間前にね。はい。あなたね、暇つぶしサバイバルのオープニングあるじゃないですか。もう本当にマジひどいから、あれは。自覚してます。はい。登録者100人いったことだし、作ってあげたやつを今見せてくんでね。10点満点で採点してってほしいんですよ。一番100点取れたやつは、次回の動画でですね、タワさんに使ってもらおうと思います。一番得点取れなかったやつ。ちょ、一旦この動画を見てもらって。はい！ということでですね、今のやつをエンディングにしてもらいます。マジ最悪ですよ。これね、一週間前ぐらいに、タオさんに歌ってもらったやつですね。ま、ということで、これがエンディングになっちまうっていうことですわ。じゃあ、早速見ていきましょうか。じゃあ、とりあえず、納品するのが早かったペロリートくんからいきましょう。あ、ちなみにですね、これ、虫ちゃんも初見なんで、タオさんと同じように。はい、じゃあ、いきますよ。はい！おぉ、なんか回ってんだ。すげえ。すげえ。すごくね？むしちゃんね、ペロリットは、おふざけ枠で言ったから、あれで一番ふざけるからね、すぐ。うん、すーげえ真面目に、しかも完成度高いやつが帰ってきた。すごくね、これ。動いてるよ、タワさんが。めっちゃ時間かかってそう。すごい、ありがとうございます。じゃあ、採点の方。他の見てないから、まだ比べ。じゃあ、とりあえず、これ基準なんで、ちょっとすごかったし、7点ってことにしてもらえ、うん、これ。じゃあこれ基準です。じゃあ7点ってことにしてもらえ。じゃあ次、わしのやついっとく。なんかね、サムネ見る感じね、ちょっとめっちゃね、ひどすぎるんだよね。これ明らかにこの、ね。じゃあ、むっちゃんの作品、再生していきましょう。はい !2000X! 世界は核の炎に包まれた。もう最初から。海はこれ、血は酒、あらゆる生命体は絶滅したかに見えた。だが、さあ、場面変わりまして。いや、1分40秒もあんの。しまった。あ、いいフィギュアしちゃったよ。こうして大変な。地球は破滅した。その時の様子を想像者に語る。いやー、あの時はすごかったですね。何よりもタワちゃんの死に顔がね。ほら、綺麗な顔しているでしょ。嘘みたいでしょ。死んでるんですよ、これで。こっから、どうするつもりなんですか？いやー、それがね、暇すぎるんで、異世界を作り直そうかと思うんですね。こうして地球は作られた。人間改めテレビのジョン君も作られた。地球は生まれ変わった。だが、タワさんだけは死滅していなかった。地球とタワさんの物語が始まった瞬間だった。そして、タワさんの動画も。いやー、
素晴らしいですね、補助作品ね。素晴らしいよ。これ、腹が空いてますね。ストーリーですね。そうなんですよ。このストーリーもだから、これはもうね、素晴らしいです。動画の最初にもう、視聴者のもう心をつかめますから、これもう釘付け系ですからね、タワさんの方が。ああ。しかもちゃんと動画が始まったのだったって、オープニングっぽくてもね。そうなんですよ。ちゃんとオープニングですから、これ。じゃあ、特定の方は決まりました。3点なんでよなんでよなんでそんな得点低いのよ。じゃあ、面白さで言ったら満点なんですよ。ああ、そうでしょ。オープニングっていうよりはもう一歩の動画として仕上がってるなっていう。ああ、まあ、グーの根も出ないって言ったところでしょうか。じゃあですね、最後、ラビエッツのやつ行きましょうか。三つもありますね。三つも作品を送ってしまいました。一つ目ですね。これがですね、三人で作って合作らしいです。三人誰誰が、なんか想像つきましたよ。じゃあ再生していただいて。はい！おー、かっこいいね。おー。今のところは、電話ってこれ、ミフなんだけど。あー、やっぱりだ。やっぱりこいつらじゃないか。ふざけんな。え？どう？メロディー曲、歌おう。もちろん、始まるんだってね。あ、やばい。席が、大丈夫か？始まってよ。始まるのか？かっこいい。かっこいい。え？とうとう、我々の出番。誰？ちょっと、やばいぞ、なんか。さんとタワさんは神だ。あはは、なんかいる。なんかいけないよ。え？マジで？え？やばい、みんなが。失敗しちゃったよ、アクセス。ん？あ、あ。え？なに？あはははは。とんでもないもの。え？これが運命です。ましょう。え？ついに。ざわざわ。ついに。始まる。おぉ！かっこいい。おぉ！あ！おい！おい！おい！なんだこれはかっこいいけど。ドラマですね。なんか映画の予告なのみたいな。これも長いじゃないですか。長いね。長いけど、うん。すごいオープニングなんですよ。そうだね。でもしちゃんは、さっきのね、長いけど、もうアニメネタ。じゃあ、得点の方は、5.1。おぉ、5.1 点ということで、未だペロリートが1位ということで。じゃあ、2つ目行きましょう。こっちはですね、2人の合作です。わかるよね、誰と合作してるか。ちょっと待って、これ2分20秒あるんだけど。さっきより長くなってんじゃねえか。いきますよ。はーい。はいはい。おい、コンセントスタジオ。おい、あ、さっきのだ。かっこいいね、とりあえず。はい。そうですね。あれは先週の金曜ぐらいの話でした、ね。ここから映画だ。その時の話でも。ああ、しましょうか。ああ、そうそう、はい。実は私、はい。ああ、怖っ。タコさん特定されちゃったじゃん。北海道まで春まで来てたの？知らなかった。わからないしか知らなかった。ああ、そうなんだ。まあ、北海道にも田舎がありますから、はい。札幌近郊に行くまで森をいくつか通ってますね。目的地まであと60キロといったところでしょうか。はいはいはい。恵庭岳のあたりですね。そこを通り、何があんなことを言うんです。あ、怖い。怖い。あ、バグってる。あ、怖い。なんてことを言い出すんですね。怖いね。まあ、さすがの私もビビりますし、来ないから慣れてるんですけどね。まあ、雰囲気が雰囲気でしたしね。しょうがないです。しかし、
問題が起こったんですね。はい、これには本当に戸惑いました。え、はい、やばいぞ、怖い。というのも、ナビが急に、あー、怖い。あー、大変なことになっちゃった。差し込みませんでした。オープニング、ちょっと待って。さすがの大企業どこもここまでは基地局に。いや、まあそうだろうね、ヤモクは携帯を検討でした、うん、いや、焦るね、それは。焦りましたよ、あれは。私はいくつでも見せてしまったので、はい、ただ道なりにするしかなかったですね。はい、ガソリンもビールでしたから、ちょっと予想できていたんですね。はい、アンテナ、枝で中途半端に折れてたんですね。しょうもな。ふざけるな。いや、ほんとだよ。え、一個一になってた。ただの怖い話じゃねえか、これ。ちょっとさっきのやつ得点全部上げたくない。これ、ちょっとさっきの自分、低くつけすぎだって。ちょっと上げていいっすか ?8 と 6.2 にしましょう。じゃあ、ペロリートのが8点になって、さっきの1作目が 6.1 点。6.1。で、列車は ?3 点。で、それを踏まえて、2つ目の得点。10-5.1 点で。さあ、ということで。未だにペロリと暫定1位。最後に家の写真バンって出てくるかと思って怖かった。それ怖いね。出てきてほしかったのに。まあ、赤い円ですね。言っちゃダメだろ、それ。じゃあ次、3つ目行きましょうか。最後ですね。はい。これはですね、ラビエさんがちゃんと一人で作ったらしい、ということで。じゃあ、再生しますか。はい。お?おー、かっこいいね、今のところ。おー!サインが、わあ、なんか、わあ、すごいな。もう一つ目と同じテイストを感じるけど。わあ、かっこいい。かっけ、なんか今、おい、なんかいたぞ、今。なんか、わあ、雷が。わあ、かっこいい。ああ、お、え?お、え、でもまだ尺残ってるよね。はいどうも、みなさん、こんにちは。塩はね、今日はね、花火大会を見ていこうと思います。北海道のどっかに来ています。よくわかりません。どうしよう。あー、なるほどね、これで使うと。なるほど。あー、またなんかかっこいいな。ちょっと、ちょっと動画のハードルが上がるんだけど、これ。壊れちゃった。使ったハードル上がりそうだな。あ、またなんかね。どこ行ったんだ、あいつ。はいはいはい。ああ。あ。はい。綺麗な夕日ですね。さあ、そうそう。ああ、もう、花火上がってますね。花火上がってる。綺麗ですね。ああ、確かにね。私もね、花火はそこまで見たことないので。やっぱり、ね、そうなんだ。家庭で遊ぶ花火と、ここでこうやって見る花火って結構違うじゃないですか。そうですね。あれなんか後ろ、あれなんか後ろ、あれなんか。ありますよね。今、大丈夫かな?あ、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 大丈夫?タワさん?逃げた方がいいんじゃない?え?え?ちょっと、おー、なになに、あー、やばいやばい、タワさん、逃げて。はぁ、え、タワさん大丈夫、あ、あーあー、いっぱい落ちてきてる。あー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 、高いですよ。塩類がふざけてただけで、オープニング自体は結構ちゃんとしてるっていう。いや、悩むな、これ。これ悩むね。あー、どうしよう。これで全てが決まるということで。決めました。あ、じゃあ、得点。なんででしょうか?これは 7.5 くらいですかね。ということで、ラストは 7.5 点ということで、ムシャン罰ゲーム!ということで、ペロリットさん優勝おめでとうございます。ペロリットさんのオープニングは、パワさんにやっていただきますので。ということでですね、虫ちゃんの負けが決定したわけじゃないですか。そうですね。僕の友達っていうか、タワさんの友達もある、天地くんって人いるじゃないですか。うん。
彼が、ムシャンと一緒にね、共同で作った、やつがあるんですよ。一応最後のチャンス的な、ものを、くれないかなつって。ねえ、いいっすよ。やったーということでですね、こちらでございます。はい、それ着替えてませーん。これは、ジン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 ジ